ました。これね、なんか上にカラフルな、なんだろうこれ、ナタデココみたいな、なんかプチプチするゼリーかわかんないんですけど、下になんか長細いナタデココが入ってる、うん、で下がちょっと紫っぽい、ね、超美味しそう。いただきます。どうぞ。なんだろうプチプチもしないし、ナタデココでもない、なんかゼリー、うん、ゼリーっぽいよね。そう、ぽいぽいね。で味はベリーで、あのスパークリングだからすごいシュワシュワしてて夏にいい感じでさ、サイズも結構大きいし、うん、あとダララララ出ました、出ました、かわいい、超かわいい、しかも超しっかりしてるし、これもつけられます。これあれだもんね、あのクラブマウスビートのそうイメージしたドリンクだもんね、うん、ね、かわいい、めっちゃ美味しい、うん、ね、結構甘さも控えめな気がする、うん、ね、でベリーの味がすっごい濃くて美味しいし、下の中でかくもすごい美味しい、もう夏って感じ、夏だわね、飲みたい、いい感じ、飲みたい。はい、シェイブアイス買ってきました。ちょっとね溶けちゃったのよ、本当は下ここら辺があのベリーのソース入ってて、ここが真っ白になってて上がこう乗ってるんだけど、ピューレがね、ちょっと溶けちゃったんだけど、全然逆に馴染んで美味しいかも、うん、でこれかなりでかい、シーにさシェイブアイスあるじゃん、うんうん、あれのあれよりもかなり大きい、あれの 1.5 倍ぐらいかな、感覚的に。おー、じゃあいただきます、ミックスベリー、いただきます。うん、うん、どうです、うまい、うまい、もう暑いのよ今日めっちゃ、なんかすごい美味しいのと、あとね、なんか結構思ったよりもベリーの味結構控えめ、うん、っぽいね、なんかソース自体は多分ベリーの味控えめなんだけど、ちゃんとこの、なんていうの、フルーツが実際に入ってるから、このフルーツが甘いから一緒に食べると美味しいかも、これね、混ぜた方が美味しいかもしれない。でも、あのさっぱりしてて最高だね、途中の間食とかには、うん、これもかなりおすすめ、これはね、700円のボリュームはあるわ、最高に美味しい、食べてきます。はい、今これね、シェイブアイスとスパークリングドリンク飲んでるんですけど、これはちょっと同時に頼まない方がいいかも、っていうか、あのこのシェイブアイスが量が結構やばいのと、あとね、本当にちょっと味が薄くてちょっと飽きちゃいました、から結構大きいから、これシェアするのがいいかもしれない。懐かしく新しい景色